バンダルプンチは、ヒマラヤ山脈の一部をナスガルワールヒマラヤ山脈に位置する山海でインドのウッタラーカンド州に属している。バンダルポンチという名でも広く知られているが、これは、文字通りでは、猿の尻尾という意味となる。これは、猿神で戦士であるハヌマーニへの言及であり、ランカー島で、ラセツ王ラーバナの軍勢からシーター姫を救い出すため、ラーマ王と共に戦った際に、 尻尾に火がついたハヌマーンがこの山の頂上に赴いて火を消したという話に基づいている。バンダルプンチ3階にはピークが3方ある。西側のヤムの鳥の上にはホワイトピークがそびえている。そこから5キロメートル東にバンダルポーンチピーク、4キロメートル北東に文字通りでは黒い蛇を意味するカラナグがあり、ブラックピークと通称されている。バンダルプンチは ヒマラヤ山脈の最も高い部分の西端にあたり、このあたりから山脈は北西に向かう。また、サンカリ山寮の一部であり、ゴビンドパシュビハール国立公園の範囲内にある。この山々はヤムナー川上流部の主要な水源となっており、ヤムの鳥の上部、山階の西側ホワイトピークの下に位置している。ヤムの鳥は4カ所あるせいなる。 巡礼地をめぐるチャールダーム巡礼の聖地の中で最も西に位置しており、毎年何千人もの巡礼者が当地を訪れる。山海の北側には長さが1 2トルに及ぶ氷河があり、そこからルインサルガード川が流れ出し、聖魔でヤムナー川に注ぐ。南側ではバンダルポンチピークのふもとにある氷河に発したハヌマーンガンガ川がハヌマーンチャッティでヤムナー川に注ぐ。 イギリス陸軍のハロルド・ウィリアムズ少将が率いた登山隊が1950年に初登頂を果たした。バンダル・ポーンチ・ピークに最初に登頂した一隊は、伝説的な登山家である天神ノルウェー、ロイ・グリーンウッド軍装シェルパの近直セェディングの3人であった。ありがとうございます。